皆さんこんにちは、小里経営の川名でございます。今回からですね、キャッシュフローを理解しようというテーマでお話しさせていただきたいと思います。早速ですけども、こちら、少し前の事例になるんですけれども、大手不動産会社のですね、損益になります。この会社は東証一部上場の不動産業でして、売上はですね2400億円以上で、利益が600億円以上出ている会社になります。で、売上がこのオレンジの方ですね、年々増えておりまして、黄色の経常利益も年々増えていると、素晴らしい損益の会社になります。そして毎年増収増益を続けて、売上高はですね、5年間でなんと 7.5 倍も増加させることに成功したという会社になります。そして2008年にはですね、過去最高益を達成しております。多くの中小企業経営者の方がですね、素晴らしい会社だなと憧れるかもしれません。2008年のですね、3月決算の時に過去最高益だったんですけれども、実はですね、この会社5ヶ月後、2008年の8月に実はいきなり倒産、破綻してしまいました。過去最高益を出した5ヶ月後に破産してるんですね。この会社はですね、たまたま前期だけ良かったというような会社ではなくて、ずっと増収増益を続けています。黒字です。しかし数ヶ月後には倒産したという会社になります。この会社の事例はですね、とても有名でして、東証一部上場企業、不動産開発会社のアーバンコーポレーションという会社になります。2008年、その時の負債総額で2500億円あったということですけども、こういう事例ですね。ですから、売上利益が絶好調でもですね、このように、増収増益がどれだけ続いていても倒産することがあるということになります。こういう話をするとですね、これ特別な事例だからそれこそ有名になってるんでしょうとおっしゃられる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、実はですね、2021年に発表された東京商工リサーチの調べによりますと、2020年に倒産した企業のうち 46.8% は実は黒字だったということなんですね。で、この黒字というのも、経常利益の段階とか営業利益の段階で黒字だったということではなくてですね、税引き後の最終損益で黒字にもかかわらず倒産していったということになります。どうでしょうかね、皆さん、多くの会社さんがそれこそなんとか黒字にしようと、赤字を回避しようと皆さん目指されていらっしゃると思うんですけども、その黒字であってもこのような結果になることがあるということなんですね。昔からよく言われています、黒字倒産ですね、勘定あって銭足らず、皆さん聞かれたことありますでしょうか。利益が出ているのに、勘定計算上は合っているのに、お金がなぜか足りなくなってしまうということになるんですけれども、何もですね、先ほどのアーバンコーポレーション、中小企業と違って、上場企業ですから監査法人が入っています。しっかりと監査をしてますから、粉飾をしていて実態が悪かったということではないんですね。帳簿上、計算上は正しい損益が黒字だったということになります。ここでちょっとお伝えしたいのはですね、この売上とか利益、増収増益、黒字赤字、儲かった儲からない、こういう概念がありますけども、実はですね、売上が今より、皆さんの会社がですよ、売上が2倍3倍になったとしても、利益が5倍10倍になったとしてもですね、それだけで優良企業かどうかっていうのは判断できないということなんです。実はこれらの概念、皆さんが普段使われるこの言葉の概念は全て損益計算書の話になります。多くの中小企業経営者がですね、損益計算書しか見ていないという実態が残念ながらあります。多くのマスコミもですね、世の中でこの会社が増収増益だとか、過去最高益だとか、黒字だ赤字だと、いわゆる損益計算書偏重のですね、報道しかしていないというのも事実です。また我々の業界でもですね、世の中の多くの税理士が、決算が終わった時に経営者の方に、今年はこれだけ黒字でしたよ、ですからこれだけ税金発生しましたよ、今年は残念ながらこれだけ赤字でしたね、損益の話しかしてないんですよね。ですから当然経営者の方の思考回路がやはり損益計算書中心になってしまうのかなというふうに思います。実はですね、損益計算書はお金の話をしていない、まさに計算上の数字でしかないということをですね、経営者にもかかわらずこの損益計算書の黒字赤字で一喜一憂しているわけですね。倒産について考えるとですね、当然ではあるんですけども、会社ってどういう時に倒産するかというと、赤字になったら倒産するのではなくて、お金がなくなった時に倒産します。倒産っていうのは正式な法律用語ではないですけれども、一般的に企業が経済活動ができなくなった時、いわゆるお金の支払いができなくなった時、資金ショートした時がいわゆる倒産と呼んでます。ですからこれだけの赤字幅になったら倒産じゃないですよね。一番典型的なのは支払い手形ですね。
支払い手形の決済ができなくなった時、いわゆる不渡りを出してしまうケースです。6ヶ月以内に2回の不渡りを出すと、いわゆる銀行取引の停止になります。停止処分になりますので、会社は金融機関との取引ができなくなります。いわゆる口座が使えなくなりますので、事実上倒産となります。まあ、実際はですね、6ヶ月に2回と言わず1回この不渡りを出しただけでも会社の信用は地に落ちてしまいますので、事業継続が極めて困難になるという実態はあります。結局ですね、お金を払える状態ではなくなった時に会社は倒産するわけなんですけど、損益計算書というのはですね、簡単に言うとこういう図式ですね。売上から費用を引いたものが利益、これを損益と呼んでるわけですけども、これでどれだけ黒字かを把握します。ただこの計算式を見ていただくと分かる通り、この中にはどこにもお金について書いてないんですね。商品が売れてお金が入ることでしょ、費用ってお金を支払うことでしょと思われるかもしれませんけども、厳密には違います。お金のことを言うのであれば、こういう図式になるわけですね。入金から支払いを引いたものがお金の増減、お金の支払いよりも入金が多ければお金が増える、こういうことになるわけですね。これはですね、先ほどの売上と費用イコール利益とは似てるようで違うというのはなんとなくわかるかなと思います。ですから試算表とか決算書に出てくる売上とは入金のことではなくて、費用は支払いのことではないということをですね、まずこの前提を押さえておいていただきたいと思います。この違いを理解していないとですね、知らないうちに会社が危険な状態になっているということがあります。ですから突き詰めると、利益とお金は違うものということになります。会社を存続させるのは利益ではなくてお金です。会社はお金がなくなった時に倒産するわけですので、こちらよりもこちらの方が大事だということですね。じゃあそもそもなぜ、じゃあ利益とお金はずれるのかということですね。利益が出たら当然お金が増えるでしょというのが一般的な感覚だと思うんですけども、なぜかずれていると、その内容についてですね、これから順次お話を進めていきたいと思います。本日はここまでとさせていただきます。ありがとうございます。小田時計の川野でございます。今日はですね、減価償却についてお話ししていきたいと思います。前回ですね、利益とお金は違うということをお話ししました。この概念が理解できてないとですね、売上を上げればいい、利益を出せばいいと、そういった PL 思考の経営になってしまうものですから、結果黒字なのに倒産するという、いわゆる黒字倒産の図式にですね、ハマってしまうということになります。そもそもなぜ利益とキャッシュの増減は一致しないのかということなんですけれども、利益が出ればですね、当然お金は増えているでしょうと多くの経営者の方が間違った認識をしがちなんですけれども、実は利益というのは PL の話です。そしてキャッシュ、現預金は BS です。そもそも書かれている項目が決算書、試算表上も違うわけですね。これが概念が違うということなんですけども、具体的にその代表的なズレの要因の一つが今日お話しします、減価償却になります。どうでしょうかね、減価償却はよく聞く言葉かなと思うんですけれども、この内容をしっかりと理解されているか、おさらいもの意味も含めてですね、確認していきたいと思います。減価償却というのは、設備投資の支出をですね、数年の費用に分けていくという、ことなんですけれども、例えばお金を支出しました、設備投資しました、それを1年目の費用、2年目の費用、3年目の費用と一括で支出イコール費用にするのではなくて、数年に分けて費用にしていくということになります。そしてこの一つ一つを減価償却費という名前で費用にしているという内容になります。ですから分割ですね、お金は先払い、費用は分割計上という意味合いになります。その年にですね、支払ったお金そのまま全部費用にした方が分かりやすいし、なんでこんなことしてるんだと思われる方も多いかなと思うんですけれども、この減価償却の考え方はですね、1800年代にイギリスで始まったものらしいんですが、蒸気機関車がですね、発明されて、それを実際に国中に走らせようと考えた時に、多額の資金が必要になるわけです。会社はお金を集めて株主にですね、その収支を説明して、これだけ配当を出せますよという形で出資を募りたかったわけです。ただし、このような大掛かりな設備がかかりますから、それをお金を払った都度全て費用にしているとですね、その年の運営がどんなに順調であってもうまくいっていたとしても、設備投資があった年は必ず大赤字になってしまうわけですね。これだと年によって変動が大きすぎるので、その会社の経営がうまくいっているか実態が見えないということ、株主出資者からしてみると、この会社大丈夫なのかなと、危険だと考えて誰
誰も出資してくれなくなるので、これはまずいということで、お金の支出ベースではなくてですね、多額の設備投資の支出を平準化することで、数年にわたって費用にすることで、まあ安定した利益が出ますよと、配当が出せますよという形を取ろうということで生み出されたのが減価償却だと言われております。国にとってもですね、黒字が例えば出そうだからと期末最終日に車買ったり機械買ったりして多額の費用を計上して税金が取れなくなると、まあ税収も安定しないでしょうから、これがまあ法律として現代でも採用されているということになります。ですから本来はですね、経営の状態を状況をですね、分かりやすく実態を捉えようという意味で始まった制度なんですけれども、逆に一方ではこの減価償却があることで分かりにくくなっているという面もあります。それがどういうことか、もうちょっと詳しく見てみます。例えばですね、2022年に建物を1000万円で買いました。そうすると財産の状況を表す貸借対照表 BS ですねには建物1000万円がこう計上されます。そして同時に貸借対照表からですね、お金が1000万円出ていきました。2022年に一括でお金を支払ったので、これ以降はもちろん建物に対する支払いはありません。そして一方、損益計算書はどのように表示されるかといいますと、まあ、ざっくり説明しますけども、このような大きな資産、まあ、具体的には10万円以上の資産、まあ、中小企業で言うと一定の金額までは30万円以上の資産を購入したら、それは一括で費用にしてはいけませんよというルールになっています。今回の場合、1000万円をですね、一括で費用にしてはいけなくて、一度資産として BS に計上してから費用の分割計上として、このように毎年毎年損益計算書上に減価償却費が出てくると。お金は一括払いでも費用は分割計上ですね。そうするとですね、何年で償却するのかという問題もありますけども、これは法律によって決まっています。法定耐用年数というんですけども、例えば木造の事務所であれば24年とか、鉄筋コンクリートの事務所は50年とか、鉄骨造りの店舗の場合は34年とかですね、いろいろ法律で細かく決まっています。会社の都合で勝手に決められないということですね。このケースは仮に耐用年数が10年だったとして、毎年10分の1の100万円ずつが経費になっていくという形になります。そして取り崩して減価償却をしていくわけなので、 BS に乗っていた建物は毎年このように100万円ずつ減らしていきます。1000万円あった資産が毎年毎年100万円ずつ目減りしていくというイメージですね。このような形で BS から建物が少なくなっていきます。2022年はですね、それでも分かりやすいです。お金1000万払ったけど費用は100万円しか計上できないんだなとすぐ分かるわけなんですけども、これがしばらく経って例えば2年後、2024年時点の決算書を見てみます。そうしますと、ここですね、2024年に同じく、まあこれは定額法というんですけども、毎年同じ金額だけ減価償却しているので、2024年も100万円の費用が計上されています。ただし、当然ですけども、もうお金先に払いましたので、お金は1円も出ていません。ですから、この時点ですでにですね、損益と、こちら貸借対照表の現預金はもうずれてるわけですね。100万円費用にしてるのにお金出てないなと。まあ、ですから、この例はですね、一つの資産でやってますから分かりやすいですけども、これがですね、たくさんの資産が過去からずっとあって、それも毎年毎年いろんなものを買ったり売ったりして、法定対応年数もそれぞれ違います。ですから、それを繰り返しているとですね、支払った投資と分割計上していく費用のタイミングがどん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 ずれて、それがどん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 大きくなっていきます。ですから、こっちばっかり見ているとですね、キャッシュの感覚とだんだんずれていて、わけが分からなくなってくるということなんですね。ですから利益とお金がずれる原因の一つです。これが減価償却になります。もう今見ていただいた通りですね、100万円と1000万円もしくは100万円と0円の年が出てくるわけですから、当然利益とお金はこのようにずれますよということになります。また次回ですね、もう少し利益とお金はなぜずれるのかという要因について確認していきたいと思います。皆さんこんにちは、小里経営の川名でございます。今回もですね、前回に引き続きまして、利益が出ているのになぜお金が増えていないのかについて確認してまいりたいと思います。前回ですね、減価償却についてお話ししました。それが一つの要因だということですね。つまり利益はですね、 PL の概念で、キャッシュは現預金、キャッシュですねは BS の概念だということになります。減価償却費の他にもですね、経営者の感覚
を狂わせるの利益とお金のズレの大きな要因の一つが売掛金とか買掛金になります。これは典型的ですね。どういうことかちょっと改めて確認していきたいと思います。一つの商品一回の取引だけでちょっと考えてみます。4月に500万円で仕入れたものを5月に800万円で売ったということですね。ちょっと今回ですね在庫は無視して考えますけども、この事例でちょっと考えていきたいと思います。例えば4月に500万円の仕入れをして買掛金が500万円発生しました。この会社はですね仕入れは月末締め翌月末払い、よくある形ですけども、この場合 PL には仕入れ500万が載って BS には買掛金500万円がこのように載ります。お金はですね来月末に払うのでまだ減ってません。仕入れたけどまだお金は払ってないというのが買掛金ですので、このような状態ですね。これがいわゆる仕分けの概念ですね。複式簿記の形ですけども、こういう形になっています。そしてこの500万円で仕入れたものですね、5月になって無事売れました。800万円で、そうすると売れたんですけどもお金はまだ入ってきていません。いわゆる売掛金になったという状態です。でこの売掛金の入金条件が月末締め翌々10日入金だったとします。そうすると損益計算書には売上800万円が載りますけども、同時に対策対象表 BS にも800万円が載っているという状態で5月を終えました。そして5月末になりました。そうするとですね、先ほど500万円で仕入れた買掛金ですね、4月に買った買掛金が翌月末払いなので5月末に500万円を支払います。そうするとこの現預金が1500万から1000万円になりました。そうすると載っていた買掛金が初めてここで消し込まれて消えるという形になります。そして7月に入ってから次に売掛金の入金もありました。7月10日にですね無事にお金が入ってきました。800万円。そうすると預金残高は1000万円から1800万円に増えるわけですけども、そうすると BS の売掛金も消し込まれてこれがお金に変わったということになります。一般的にはこういう取引をですね複数の商品で複数の取引を同時に繰り返しているわけですけども、今回はこの一つの商品一つの取引だけで考えてみました。そうするとですね、例えば今が6月末時点だったとします。そうすると経理ですとか税理士がですね6月末時点の試算表を持ってきたとします。7月に入ってからですね、そうするとそれを見た経営者の方はこう思います。 PL を見ると仕入れ500万円で売上800万円ですから、単純に300万円の黒字が出てるわけですね。これしか取引がない、なかったとすると。そうすると、今期は6月末時点で今のところ300万円の黒字だと、社長は良かった、黒字だ、社員に賞与が出せるな、という形で考えているわけです。しかし、お金はこの通り、300万円、この時点で黒字なのに、500万円減っていますよね。今、1000万円しかないわけです。このお金が入ってくるのは7月10日にならないと入ってこないということになります。ですから、これはですね、一つの取引で一つの商品なので、こうやって目で追っていけばですね、ああ、そうだなと。300万円の黒字だけど、まだこの時点では1000万円お金減ってるんだなと、わかるんですけども、実際にはですね、40日入金の得意先だけではなくて、60日後、90日後の入金があったりですとか、受け取り手形でもらっていたりですとか、あとは支払い条件の方も違うので、手元預金と利益がどんどんずれていくわけです。ここで経営判断を間違ってしまうということなんですね。ここではですね、7月10日になればですね、今1000万ありますし、7月10日になればお金が800万円増えるからまだいいんですけども、例えば6月末時点にこの1000万円で残りの家賃とか水道光熱費とか固定費全部払った、あとは借り入れの返済があったり支払い手形の期日が来たとしたら、これで足りるかどうかなんですね。資産表示は黒字です。ですから良かった良かったと言ってる場合じゃないということなんですね。簡単に言ってしまうと、これがいわゆる黒字倒産の図式になります。損益は合ってます。しかし銭足らずになっているということになります。ですから複数の商品複数の取引をですね売り買いをして在庫まで加味すると、実際はもっともっと差が大きくなってきます。複雑になってきます。ですから取引条件支払い条件に十分気をつけないとですね、損益計算書では黒字でも現預金はどんどん減っているということも考えられるということです。ですから毎月資産表で黒字だ赤字だとかですね、通帳の残高しか
見てないような経営だとですね、なんでこんなに黒字なのにうちって資金繰り苦しいんだろうということになってしまうわけですね。ですからこれからちょっと お話を進めていきますキャッシュフロー BS の理解を十分に深めていただいて、この違いをですね、感覚的ではなくてしっかりと身につけていただければと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。ありがとうございます。皆さんこんにちは、コドド経営の川野でございます。今回はですね、キャッシュフローとはということで、いよいよ核心に迫っていきたいと思います。そもそもキャッシュフローって何なのということではあるんですけれども、皆さんが普段見ている損益計算書はですね、売上から費用を引いて利益が出ると、まあ、こういった図式のものを見ているわけです。ここにはですね、お金のことが書いてあるようで実は一つも書いてないということが判断を間違ってしまう、まあ、原因の一つなんですけども、実際お金の話をするのであれば、入金から支払いを引いたものがお金の増減と、こういう感覚で数字を捉えていかないといけないということになります。これがまあ似ているようでちょっと違うということになります。ですから売上イコール入金ではないですし、費用イコール支払いではないんですよということですね。まずここを押さえておいていただいて、突き詰めるとですね、利益とお金は違うんだということは、まあこういったことに由来するわけです。会社を存続させるのは利益ではないわけです。実際はお金です。会社はお金がなくなった時に倒産しますので、利益よりもお金の方が大事だということになります。ですから利益の状況を表現しているのが損益計算書で、お金の流れを表しているのがキャッシュフロー計算書になります。まあ、お金の流れというとですね、まあ、なんとなく簡単そうにも聞こえるんですけども、実際はこちらがかなり分かりづらいものになっております。いわゆる決算書にはですね、財務三表と呼ばれるものがあります。それが損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書になるわけですけども、この中で中小企業はですね、キャッシュフロー計算書が、まあ、義務化されていないものですから、全く見たことがないよという方ももしかしたらいらっしゃるかなと思います。で、簡単にですね、まあ、どういうイメージなのかですね、この財務三表が表現しているのはですね、人の体の測定と考えるとこういうことになります。損益計算書 PL は会社の運動能力表です。まあ、50メートル走ですとか握力とか、まあ、反復横跳びとかですね、こういったものを測定しているというイメージになります。そして貸借対照表は健康診断書です。人間ドックですね、血圧ですとか、まあ、胃カメラとかコレステロールとかですね、まあ、そういったものをですね、を測定しているという位置づけです。そして、今回のキャッシュフロー計算書はいわゆる血流検査表、この表現が正しいかどうかちょっと、ま、微妙ですけども、血がドロドロなのかサラサラなのかですね、こういったことを測定して表現しているものなんだというふうに、まあ、ざっくりとイメージしていただければと思います。そして、まあ、キャッシュフロー計算書ですね、まあ、血流の状態を見ているわけなんですけども、会社の血流というと、まあ、つまりはお金の流れ、会社が稼いだものがしっかりとスムーズに流れているかどうかですね、まあ、どこかで滞っていないかどうかということを見たいわけです。これが一番いいわけなんですけども、しかし実際はですね、利益が出ているのにお金が増えていないということがたびたび起きているわけです。キャッシュフロー計算書はですね、いろいろ見方はあるんですけども、利益からお金への換算表です。儲けた利益がどこに消えたかを見るための表になっています。ここでですね、 PL、BS、キャッシュフロー計算書、この財務三表のつながりをまず前提としてちょっと見ていただければと思います。まず損益計算書、売上があって費用があって変動費があって粗利があって、そこから固定費を引くと経常利益です。そして貸借対照表は会社の財産の状況を表しています。資産があって負債があって純資産と、まあ、こういう組み合わせになっているわけですけども、例えば損益計算書で利益が出たら、これ経常利益までしか書いてませんけども、そこから法人税を引いたもので残りが当期純利益になります。そして、税金を払って残った当期純利益が貸借対照表に同額ですね、そのままガバッと入ってきますと。ここで、まあ、損益計算書と貸借対照表はつながっているわけなんですけども、しかしですね、じゃあ純資産がこれだけ増えたら、その分現預金が増えて、いればいいんですけども、まあ、そうはなってないわけですね。ちょっと細かくなりますけども、実はですね、今期例えば3000万円最終利益が出ているのに、3000万円お金が増えてない
というのはどういうことかというと、ここにですね、利益の後にですね、実は3つのハードルがあるとイメージしてください。これを乗り越えるとだんだんちょっと目減りしていって、最後の増えた現預金がちょっと小さくなってるイメージなんですけど、その小さくなった現預金がようやく遠回りして貸借対照表に入ってくる、まあ、そんなイメージですね。ですから当期純利益はそのまま純資産に同額ガバッと入ってくるんですけども、現預金はですね、遠回りしてから入ってくると、そんな感覚になります。このどこに遠回りしているのかというのを表しているのがキャッシュフロー計算書です。このじゃあ3つのハードルって何なのかというと、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローと呼ばれる3段階になります。詳しいことはまた後ほどお話ししてまいりますけども、この3つが現預金に至るまでの3段階だと思ってください。キャッシュフロー計算書はですね、すべてスタートは当期純利益からスタートしていて、最後が現預金になっていて、その間、ここに書いてあるところを見るとなんとなくわかるかなと思うんですけども、貸借対照表の増減でここが作られています。ですから実はここの3つのハードルというのは、構成要素は貸借対照表の各種増減で作られています。この辺がちょっと難しいんですけども、利益のすべてがお金になるのではなくて、お金以外の他の BS の項目に利益が吸い取られているということになります。 BS のいろんな科目にどれだけ吸い取られているのかというのを表しているのがキャッシュフロー計算書ということになります。ですから、まあ、今日説明しましたように、その他の BS の項目にですね、できる限り吸い込まれなければ残る現預金は増えますので、利益がそのままではないにしても、できる限り多い状態で現預金が BS に入ってくるということになります。ですから理想は利益とお金が一致しているのが一番理想ですね。ここにお金を吸い取られないことがまあ大事になってくるんですけども、この BS の増減でこのキャッシュフロー計算書が作られているということをまずご理解いただければと思います。でちょっと細かいんですけども、拡大するとですね、だいたいキャッシュフロー計算書というのはこういう縦長の形になっています。一般的にはですね、一番上が利益になっていて、各種 BS の増減額を並んでおりまして、増減増減って書いてありますけども、それで最後にお金がどう増えたかが表現されているという表になります。小里式のキャッシュフロー計算書はですね、左右に分かれていまして、縦長にはしていないんですけども、例えばこの会社は3000万円の税引き利益が出ていますけども、営業キャッシュフローを経た段階だとマイナス430万円まで減っていますよ。そしてここから右上につながりまして、投資キャッシュフローで3280万円使っているので、ここから3280万円引いた3710万円がこれをフリーキャッシュフローという段階になるんですけども、ここまで減ってしまってます。3000万円の利益が出ているのに、お金ベースで見た儲けがフリーキャッシュフローなんですけども、この段階では3710万円まで減ってしまいましたよ。さらにそこから5000万円借りて5290万円返したら、まあ、差額で790万円、銀行に借りて返して何かを繰り返すと、さらにここからお金が減ってしまって、最終4500万円お金が減った1年間でしたよと、まあ、こういう図式になっております。ですからスタートが利益で、 BS の増減でお金が吸い取られた、そして1段階目が営業キャッシュフロー、そして2段階目が投資キャッシュフロー、そして3段階目の財務キャッシュフローを経て、お金の増減がこれだけになってますよという表現。これがキャッシュフロー計算書の構成になっています。ですからキャッシュフロー計算書を理解するということはですね、お金の残し方を学ぶことになります。損益計算書の利益だけを見るのではなくて、キャッシュフロー計算書で儲けた利益がどこに消えたか、これを毎月確認することが大切です。先ほどのキャッシュフロー計算書はですね、これ1年単位のイメージでお話ししましたけども、実際は毎月の利益がどこにお金が消えていったかを、このキャッシュフロー計算書で確認することがとても大事になってきます。また詳しいお話をですね、次回以降進めてまいりたいと思います。小里経営の川名でございます。今回はですね、キャッシュフロー計算書で、まあ、何が分かるのかということなんですけども、前回にですね、この儲けた利益がどこに消えたかが分かると、これを理解することで無駄なくお金を残す方法が、まあ、分かるようになるということなんですけども、それに加えてですね、大枠で会社がどこでお金が増減しているのかを把握することができるというものなんですが、その3つというのは何かというと、いくら営業活動で稼いだのかな、そしていくら投資に回したのかな、そして
していくら資金調達をしたのかが、まあ、分かると。3つのカテゴリーをまず理解していただきたいと思います。それがですね、まあ、名前はなんとなく聞かれたことがあるかなと思うんですけども、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフロー、この3つを合わせて、今月、または今期1年間の現預金の増減額が表現されている、こういう構成になっています。まあ、一番上のですね、営業活動によるキャッシュフローは、本業での現金の出入りを見ています。ざっくりと、本業の事業ではお金が増えているのかな、減っているのかな、ということを表しています。そして2番目の投資活動によるキャッシュフローは、まあその名の通りですけども、設備投資ですとか株式の売買とか、買ったものだけではなくて売ったものもですね、含めて現金の出入りを表現しているんですけども、ここで将来のために投資をしているのかどうかということがわかります。そして3番目、財務活動によるキャッシュフローというのは、銀行からお金を借りたりとか、その返済ですとか、もしくは配当、増資、まあこういった財務活動でお金が出たり入ったり、それを表現しています。まあどれだけお金を借りて返したのか、まあざっくり言うとこういったことが表現されています。これが全部貸借対照表の動き、増減で表現されているわけなんですけども、この各キャッシュフローの段階でですね、プラスなのかマイナスなのかというのが出てくるわけなんですけども、まあこれも非常にざっくりとしています。この一つ一つのコメントはもうあくまでも参考程度だと思っていただきたいんですけども、営業キャッシュフローがプラスであれば、本業のお金の流れにまあ問題ないんだなと、マイナスだと本業の稼ぎの中でまあどこか苦戦しているところがあるんだなということですね。そして投資キャッシュフローがプラスだと投資をしていないという見方にもなりますので、まあ、守りの経営、まあ、マイナスということはお金を支払っている、投資にお金を使っているということなので、まあ、攻めの経営と言えるかもしれません。そして財務キャッシュフローがプラスだということは、まあ、資金調達をしっかりしているので、まあ、導入期成長期なのかなということでもありますし、財務キャッシュフローがマイナスということは、まあ、返済の方が進んでいるということなので、まあ、成熟期衰退期、まあ、一概にはもちろん言えませんけども、まあ、大体イメージ的にはこんなことが読み取れると。まあ、本来はですね、キャッシュフローはこの各段階のそれぞれ一つずつの要素ではなくて、このバランスで見る必要があるんですけども、まあ、ざっくりこんなイメージも頭に入れておいていただければなというふうに思います。ですから、まあ、例えば、意味していることはこういうことです。営業キャッシュフローがプラスで、投資キャッシュフローがマイナス、財務キャッシュフローがマイナスの会社さんでいうと、本業で得たお金で設備投資をして借金を返済した。まあ、これ健全ですよね。自分で稼いだお金で設備投資をしてさらに借金も返したと。それでもまあ営業キャッシュフローの方がご覧の通り大きいですから、この場合はまあお金が増えてるということになります。投資をして借金を返したのにお金が増えた、これはまあ理想的な形になります。あとはこれ積極投資パターンって書いてありますけども、本業で得たお金よりも設備投資の方がマイナスが大きいで、借金が少し増えているなということになります。設備投資を しっかりした、それを本業の稼ぎと外部からの資金調達で賄ったんだなという形になります。こういう形もありますね。本業が不振、営業キャッシュフローが稼げてない、マイナスで資産を売却してお金を作ったんですね。投資キャッシュフローがプラス、そして借金を返済した、まあこういうパターンもあると思います。ですからこれがプラスだからいい、マイナスだからがいい、一概には言えなくてですね、ここの営業キャッシュフローはもちろんプラスの方がいいんですけども、こことここはまあ各段階にもよりますから、こういう時もあるということになります。そして輸血パターンと書いてありますけど、例えば本業は不振ですね、営業キャッシュフローはマイナス、そして設備投資をしたからお金が減った、マイナスです。そして多額の借金で補填した、まあ、この場合は借金の方がこのマイナス幅よりもマイナスの方が大きいかもしれないですけども、多額の借金で設備投資を補填したというようなイメージになります。あとはこういうパターンもありますね。営業キャッシュフローがマイナス、本業では不振、そしてそれにも関わらず多額の設備投資をした、ここでお金が大きく出ていった、そして設備資金を借りればよかったんですけども、借りずに返済だけしている、借金もできない状態、これが続くともうお金が減っていく一方ですから、まあ、あっという間に会社はダメになっちゃいますけども、こういう大量出血パターンというのもキャッシュフロー計算書からまあ読み取れるということになります。今ですね、説明したこのパターンを学ぶというよりも、実際はこっちを理解した方がいいと思います。財務分析をするのがですね、経営者の皆さんのお仕事ではないわけですから、なぜじゃあ投資キャッシュフロー、営業キャッシュフローでここはマイナスになっているんだろうと、財務キャッシュフローをプラスにするのはどうしたらいいんだろうと、一体儲けた利益は消えているんだろうかということを理解することの方が大事なものですから、このパターンはですね、
あくまでも参考程度と思っていただければと思います。これを改善するためにはどうしたらいいのかというと、それが実はBS の改善になります。BS を改善するということがキャッシュフローを良くするというポイントになりますので、そのあたりも今後お話をしていきたいと思います。